新年明けましておめでとうございます。かなり遅いですけどもね、本年もどうぞよろしくお願いいたします。ビートを取り戻せ、4年目ぐらいに突入ですかね、まあ、4年目第一発目、新年第一発目ということで番組を始めさせていただきましたが、トラブルはつきもの、生放送にはトラブルがつきものということですね、こちらユッキー、仕事が遅く終わってしまって、参上できないっていう話でですね、今日は非常にお恥ずかしい話というか、あの男一人私がですね、お話をさせていただければと思っております。男やもめというあれではないですが非常に寂しいですね。先ほどのスタッフの土屋さんにお話しさせていただいてたんですが、こういう時こそ落語家の喋り方をこう得得していけばよかったなと、いう気がしております。やっぱあれは喋りやすいですよね、なんかね。でまあ新年ということで本当はユッキーとそのまあ抱負などとこう語り合いたいななんて思ってたんですが、彼女の抱負は何だったのかなと思うんですけども、そうですね、私、今年の、まあ、テーマ、抱負を私事で喋らせていただきますが、何でしょうね、私も、まあ、今年、とりあえずそのまた今年も、まあ、あまり力を入れない放送で、行かせていただこうかなと、思っております。やっぱね、無理しないのが一番、タモリさんじゃございませんが、まあ、今、去年からですね、皆さんにおすすめさせていただいているあの、ジェームス・アレン。相変わらず私、相変わらずあの、今、ずっと彼の本ばっかり読んでおりまして、まあ、先ほども、まあ、こちら来る前に電車の中でも読ませていただいてたんですが、やはりその、中庸がベストと、いうことでですね、やはりやりすぎはいけないっていうことですね。まあ、結局そのやりすぎは必ず寄り戻しが来ますので、まあ、そのやっぱちょうどその中道を行くのがベストであると、いうことが書いてございましたが、まあ無理をしないっていうのはやっぱり非常にいいこと、まあ無理をしないというかベストを尽くすということですね、が非常にいいことなんじゃないかなと思ってます。だから例えばユッキーが来ないんであれば来ないながらそれを受け入れつつベストを尽くして番組やらせていただくと、まあいうことなんですけども一人だとなかなか締まらないというところですが、まあ今年はですね、まあそこら辺の部分は私の話はまあちょっと置いといて、一応2月来月度はですね、インサイトで言えば真面目な、ちょっと真面目な話させていただいてしまいますが、3月リリースに考えております赤い月というバンドがございます。こちらの女性ボーカルゲンチマというですね、名前の女の子を率いる、そうですね、ヘビープログレッシブバンドと、まあ私勝手に言っておりますが、そのバンドに、時間があったら来てもらおうかなと思ってます。なので久々にまあ音楽的な話ができるんじゃないかななんて思っておりますが、この番組は音楽番組だったんですね。本当に？いや、本当にもう、まあ来てもらっても結局はスピリチュアルな話になるかもしれませんけどね。やっぱりこういうの落語家にやっぱねちょっと並ぶんですね。まあちょっとそのユキがいなくなってしまった分なかなか間が取り持てないということですね。まあ抱負は軽くさっきお話をさせていただきましたが、本日はそのまあここのギャラリーの、ね、中根さん、まあ、女の中根さんからちょっとお話をいただいてたんですけども、まあ、中根さんがちょっと教えていらっしゃる学生さんにですね、まあ、うちのバンドの部分で、その、なんかジャケットを描いていただいたという話がございましてですね、そのジャケットちょっとね、番組中なんですが、拝見させていただいてもよろしいですかね。いいですか？もう今ですか？もうネタがちょっと切れてしまって、ちょっと、もしよかったら中根さん、これ一緒にこう、出ていただきつついいですか？
はい、どうも。今年もよろしくお願いします。ユッキーです。よろしくお願いします。します。あのユッキーになってしまいました。これがあれですか。学生さんの。そうそう。これまずトゥイッケム、ね。はい。うちのトゥイッケムね。年末ビートを取り戻すの、はい、2回。そうですね。2回も出てもらいました。これサンプル版をいただきまして、うん、233で、はい、視聴機に入れさせていただいております、はい。ありがとうございます。で、その学校で、はい、まあ、いろんなことを教えてるんだけど、はい、その CD ジャケットってさ、やっぱりレコードのジャケットもそうだし、大事ですね。ね、大事だし、レコードの頃はいろんなもう世界中のグラフィックデザイナーもあそこでね、うん、勝負してたわけで、まあそういうジャケ買いの授業とかあるんですよ。レコードの、渋谷のレコード屋さん行って、いいですね、ジャケ買いで買ってくるとか。で、その流れで、まあ音楽を聴いて、まあその音楽からイメージしてビジュアルを立ち上げるっていう授業があって、まあそこちょっと、もう、一応まあ出ましたけど、使わせていただいて、トゥイッケムさんのこのミニアルバムの1曲目の CNK っていう曲と、はい、あとロック大臣ズの、はい、ロックよ永遠、ね、うん、はい、これね、ちょっと音源持ってないんで、YouTube でさせてもらって、はいはいはい、でその2つを聴いて、そのイメージでジャケットを作るということで、勝手に提案させてもらって。いや、でも、ありがとうございます。今聴いて思ったんですけど、曲を聴いてやっぱイメージで絵描くとか、まあ、写真撮るってもうすごいことですよね。すごいすごいね、うん、難しい。まあ僕はほら絵描きじゃないし、写真、うん、まあなかなか写真家だけど、写真家ではない、写真家ではない。ああ、まあでも写真やる、何者でもない、何者でもない、すごいし、無の、いや横道にそれた話になるちょっとやばいでしょこれね。わざと寄せてみた、横道にそれじゃないこれ、これ今日の、そうそう、でだコラボレートってことじゃないですか、うん、そう、だすごいことなんですよね、うん、俺いつも思うんだけど、でそれ作ってくれたと、ちょっと見させていただきますね、勝手ながらね。基本的に、まあ、ロックンロール、まあ、ロック大臣ズに関しては、まあ、YouTube で調べていただければ分かるんですが、うん、でロックバンド、本当のパンクバンドでね、これちょっとしてかな、うん、でやっぱり、ね、その授業でやっていて、うん、その単純に音楽聴いてね、ただビジュアルだけ立ち上げて、うん、どうですかっていうんじゃまずいのよ。だからそのなぜこういうビジュアルにしたのかとか、うん、その色使いも構図も、うん、なぜこう色使いまでいってんの、そう、なぜこういうふうにしたかっていうのをこう口頭でちゃんと説明してもらった、うん、で結局ロック大臣の方は、うんうん、やっぱりね、この、うん、この感じ、そのみんなそうだよね、そうそうそう、まあこう、そう、フォントが関係ねえよ、もう全部手書きで、彼女たちが、まあこれ授業の間だから1時間2時間で作ったんだけど、あ、早いね、もうすごいね、一発っていうか、そのキャラクターものも手書き、はあ、だからこれそう、だこれはもう本当に彼女たち曰くもうそのままだよね、その初期衝動っていうか、うん、一発やったもん勝ちみたいな、でちょっとこうなんていうの、イラストとかビジュアルもどっちかというと完成されたとかさ、うんうんうん、計算されたっていうよりももう衝動だよね、もう衝動一発で描いた、ちょっとこっち見せてもらっていいでしょ、こっち、うんうん、ちょっと映しましょう、これかっこいいと思うんだけど、これいや全部らしい、やっぱりらしい、うん、らしい感じになってますね。でこれに至っては、うん、インサイトのホームページの彼らの写真、髪型から撮ってるの、そう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 、いや本当の髪型なの、本当本当、面白いでしょ、おいやすごいね、これももう手書きで、いや可愛いよね、その場でキャラクターを変えて、あとはまあこの、うんうん、なんかこうトンキがついてる、これ可愛いね、これをまあ大小いろいろね構図を考えたりとかして、 でも実はね、うん、今回自分たちロックノルだから、ロックダイジンズ1月7日に、まあ、フルアルバムをリリースさせてもらったんですけど、うんうんうん、これね、まあ、うちのホームページからジャケット見てほしいんですけど、うん、これは実は見た本人たちの手書きで、うん、あそうなんだ、やっぱりまんまこんなんじゃないよ、これそのまんま、でもそうなるよね、ぜひそれも見てほしいんだけどね、うん、やっぱだからその感覚をそのままこうやって表現してるんだよね、だから面白いよね、そうで、片や今度ツイッケムになると硬質になるんだよね、これね、これ
この俺結構これ気に入ったな、これ、うん、それいいでしょ、うん、でトゥイッケモもあのいろいろこの音楽を聴いて、うん、どうも例えば伸びのある声でスペーシーとか、うんうん、そうスペーシーなんだよね、ちょっとこう何ウェットな感じ、空間系っていうかさ、これはもうものすごく乾いたっていうよりもちょっとウェットな感じだとか、そういうものがね、空間とかウェットとか青とかね、そうそうそう、やっぱみんな結構やっぱあれだよね、その面白いね、面白いのよ、なんで面白いかっていうと、だからそのイメージって結構やっぱりなんか一緒なのかなっていうかさ、うん、でもそれがちょっと赤色がね、なんかこう幻想的な感じが、うん、俺もあんまり赤色っていうのイメージしなかったけど、そのジャケットが結構いや俺もいいと思うんですけど、これは俺なんつうのその構図っていうかさ、うん、構図とそのいわゆるグラフィックのこの、うん、だから置く場所とかさ、そういうのいいと思いますけど、うんうん、でもほら基本はこれ3つともだからそのちょっと宇宙っぽい青っていうかさ、あ深みのある感じがね、奥行きのある色はあるかも、入ってるっていうのがちょっと俺面白いなと思って、ね、だからそれってどういうことかちょっと逆に言えばそのほら音ってそのグラフィック、うん、なんかその波形で見るとさ、うん、まあグラフィック的にこう見たりするんだけど、うん、でもこの絵的な感じにこうチェンジするとやっぱなんかやっぱ大体こう似たようなものをみんなが受け取るっていうかさ、うん、だからそれは多分楽曲とかさ、うん、がそういう力があるかどうかっていうことにかかってくるでしょ、もちろんもちろんもちろん、と面白いよね、なんかだからそのこれなんか逆になんかなんつったらいいかな、いやこれすごいよこういう才能って、あのだって音しか聞いてないわけじゃないですか、そう不思議だね、うん、あのだから変換、その人の中で音が変換されてこうなるわけでしょ、うん、だってそうだからなんつったらいいかな、俺こんな才能は全くないんだけども、いややっぱ一つの才能だよね、だしあの例えばジャケットってその曲のなんか良さをさ、うん、伝えるためにあれだと、だからあのそれ、まあ、商業デザインで言えば商業デザインだけどね、全部言葉でこうやってくれっていうのは逆に難しいでしょ、そのクライアントとしてもちろんもちろん、だからそれを聞いて、まあ、言うこともなきにしもあらず、まあ、ある程度は言うとしてもさ、いや俺でも基本はこうやって任せるんですよ、うん、でその方がいいもんが出るから、うん、だからよくさあのよくっていうかわかんない、そのディレクターとかによってはこんな感じとか言う人もいるんだけど、俺そういうの嫌いで、うん、任せるから、うん、好きな感じに来て、うん、そうすると自分がその、あの思ってもいないものを引き出してこれる場合があるわけですよ、うん、自分の感覚じゃないので、うん、そっちの方が楽しいじゃないですか、だから PV も俺そうで、うん、好きなように作ったやつって、うん、言うだけ、うん、だから一緒に付き合ってもらってるメンバーが大体ジャケット、まあジャケットの場合はでもね大体インディーズの場合だとほらバンドの知り合いでやっぱりほらいるね、でまあそうなるよね、そう俺がそのわざわざっていうよりも、うん、彼のことをよく分かってる、うん、でお互いにやっぱりリスペクトしてる同士で、うん、作ってっていうパターンが多くて、うん、だからこれはもう全然第三者が一発でやったやつ。いやでもいいよね。うん、だから今年どっかでさ、うん、あれしようよ、その実際に授業にミュージシャンの人来てもらって、うん、で生で聴いてもらってさ。うん、ああいいね。それで作って面白いね。本当にそんなすぐにできるから、うん、まあ。その日に作る間待ってもらうのもあれだからさ、また別の日にミュージシャンに来てもらって直接見てもらってで感想をもらうとかさ、いや全然いいですよ、それ面白い、それ学生さんも刺激になりバンドも刺激になると思うよ、うん、で個人のつながり だけどさ、うん、まあインサイトにいるわけじゃん、うん、だからまあこれは本当にこっちが勝手に提案してることだけど、うん、まあ時と場合によっては、ねうん、いや全然ありだよ、
採用してもらえることもあるかもしれない。いや、それは長谷にも言ってるから、写真家の人もそうだし、ああ、まあ紹介させてもらったからね。そうそうそう、何でも紹介していただければ、うん、そうなんですよ、うん、ちょっとそういうもんだと思ってるので、うん、で、やっぱりまあさっき言った話じゃないんですけど、うん、まあバンドもインディーズであればやっぱりそんなにこう知名度が、まあこれから宣伝するバンドばっかだったりするから、まあ、一緒になってこう上がってくれるっていう感じで、ね、そう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 、その表現の場として考えてもらえばと思ってるので、うん、そうなんです、全然大丈夫ですよ、全然コラボレーション逆にさせていただきたいと思ってるので、お願いします、どんどん募集中がね、募集コラボレーションしましょうっていうやってこう、そうっすよ、今年なんか俺なんかもうあれっすよ、川崎の商工会議所の方紹介していただいて、うん、町おこしやろうと思ってますから、川崎で、はい、音楽の町川崎で、あ、でもこれね、ちょっと最後ありがとうございました、ちょっとね、改めて僕からです ね、ちょっとね、学生の皆さん、わざわざありがとうございました、メンバーにもちょっと渡させていただきます、あ、そうだね、うん、ぜひ今後出します、よろしくお願いします、そんなことも考えて、なんで川崎の、え、いや、たまたまなんか縁があって、ちょっと真面目な話をさせていただくと、うん、音楽番組なんでね、はい、あ、なかなか、だからちょっと真面目な話したいんだけど、いや、今日やっぱり出てもらってよかったですよ、一人だと続かないよ、本当に大丈夫だよ、いや、もう俺大丈夫、もう5分でギブなんでよ、5分で、それは自分で気づかないうちに横道それようになってるからね、ずっとそれで言っちゃうのかな、そうだから最初から今日一人なんですけど、今年はこういう番組にしたいとかさ、あのね、抱負を語りますって、そんなクソみたいなね面白くないでしょ、だってそんな話なんでだよ、横道それるから面白いんだよ、でもで横道それった結果さ、ギブって言ったらもう意味わかんないさ、だっていや、わかんない、それそう言ってることもわかんない、なんだ、いや、いいんだ、それで、まあ、要は俺は相手がいないとダメだっていうのはよく分かったんですよ、じゃあもうあれだね、今年の一発目はもう本当にユッキーに感謝から始まったわけ、ね、そうそう、まあそう、こうアクシデントっつうのがでも俺はでも本当これロックだから、もちろんロックか、そっから何か、だから人生何がやっぱね、もうね、やっぱ予定調和じゃダメなんですよ、人生と音楽は、ね、だから俺予定調和の音楽も大嫌いで、まあいいやでね、予定調和なプロモーションも大嫌いなわけで、大嫌いなわけですよ、うん、でね、でこの大臣が面白いのは、うん、彼らに言ったんですよ、うん、これもまあ見てる人がいたらこうね、ちょっとネタに使ってほしいんですけど、まあ、彼ら京都なわけですよ、はいはいはい、ね、あ、PV みたいな、そう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 、で例えばほら今変、まあ中田さんの大嫌いだっけって嫌いだと思うんだけど、これメディア、今メディアってそのなんだろうな、まあ影響力あるメディアっていうのはあれだけど、うん、なんかこう主張のあるメディアってあんまなくなってきてじゃないですか、あ、まあね、うん、で主張のあるメディアって今までそのまあ発言力とかあったんだけど、うん、あんまりこう主張しなくなったというかさ、うんうん、なんか文句言われるかわかんないんだけど、要はそのメディアが分散してるというか、うん、でまあやっぱそのこういう例えばウェブメディアではないんだけど、そのなんだろう、そういうその個人が発する、うん、個人の発想力っていうのは YouTube じゃないけど、まあ、そういうのが出て き,、うん、出き始めてて、ね、でそんな中でさ、その、まあ、大臣に 何をその京都、まあ彼ら京都なんで、うん、なかなかこっち来る機会もないんで、うん、そのダイレクトなプロモーションでできないから自分たちで何ができるかって話がね、はいはい、と京都だったら地方から学生が死ぬほど来るわけじゃないですか、うん、ね、それでインタビューしたので俺がもう端からもうサンプル上げるなり曲聴かすなりするだけで、これとてつもない宣伝効果だよと、でやったらって言ったら本当にやってたんですよ、それが PV になったでしょ、これの見た見た面白かったよ、でいやそれだってやったら、ま、毎年来るんですよ、だって地方から、まあね、若いのがくるくる、そんなプロモーションないでしょ、全国プロモーションできますよ、ね、つ裏裏にいるだけで、あの薬師寺だっけ、薬師寺、薬師寺でしたっけ、あのこのなんかその高いところに立ってるのって京都って清水寺、清水寺だよすいません、薬師寺じゃねえよ、薬師寺京都なかったでしたっけ、ないか、薬師寺とかだ
京都っぽいですよね。まあいいや。でもあの PV は見て分かった分かった、 そのなんか面白さ伝ってたよ。いやで僕はそのやろうとしてるっていうか、その今重きを置いてるのはインディーズでね、うん、まあもちろん予算もないし、うん、でもその効果的なプロモーションしたいわけですよ、うん、で何倍そういうのとかさ、うん、まあ要は本当にお客さんを前にしてやるってことで考えてて、でさっきの川崎の話に戻るんですけど、はい、そのまあ川崎がそのいわゆるその音楽の街川崎って言ってて、前の市長さんがまあその音楽、ね、え力入れてますね。そうそう、音楽が好きだっていうことで路上が OK なんですよ基本は。ははは、路上バンドがあんま警察に捕まらないって感じになってて、うん、まあどうこそもちろんなんだけど、うん、でそこら辺のその部分でそのやっぱ川崎のその商工会議所の方々も噛んでるらしいです、うん、で川崎音楽振興会みたいなそのまあ団体ももちろんありつつ、市と結構絡んでるらしいんですよね、うん、でなんだったらそのご紹介ちょっといただいて、うん、なんかこうやっぱりもっと全国的なヒットに結びつけられないかっていうのを思ってて、でまあもともとやっぱそのまあ路上もそうなんだけど、うん、まあ今よくあってるのがうちが僕今力を入れてるのはあの昔でみかん箱ですよ。あだからや、昔はほらなんとかスーパーのさ、うん、駐車場とかで演歌歌手が歌ってたりするわけじゃないですか、ね、うん、そうそう路上でね、うん、で今そのデベロッパーがいろんなイオンとかいっぱいでっかいのができてて、うん、まあそこのいわゆる催事場で、うん、コンサートをするわけなんだけど、でも、まあ、僕が推し進めてるのはそのできれば定期的にやりしなさいっていう話をしてて、だそのデベロッパーさんにも気に入ってもらって、うん、で一緒に育てていただきたいっていうことをしてて、うん、要はその変な話だけど、うん、そういうとこに出てくれる出るバンドさんないってやっぱそんなに集客力がもちろんないわけでしょ、うん、だからプロモーションでやるわけなんだけど、デベロッパーでさ、うん、いつもなんだかわけわかんないその知らない人がさ、知らないバンドいつも来て、うん、知らない音楽やってて、うん、だから人来ないじゃん、まあね、だから人がそのバンドを育てていただくためにもバンドとかユニットはね、うん、まあ、定期的にやってて、じゃあもう一回来ようかなっていうラインでさ、それがやっぱ本当に集客につながるようなものにしませんかって話を俺してて、でそれを地元のその例えばあの神奈川であったら TVK さんなり、そのいわゆるその FM 横浜さんであったり、いわゆる地場の、まあ、メディアにね、メディアさんとこう一応リンクしつつ、うん、いわゆるまあよくあるパターンなんだけど、町おこしっていうことで本気でそれをやりたいなと思ってて、でまあできることならばそのベストなのは、うん、そのまあその一曲にさ、民を一曲に表すことなんかできないんだけども、うん、なんつったらいいのかな、あほらご当地アイドルってあるじゃないですか、ちょっと今もやってんだけど、ネギっ子とかそういう、その確かにコラボレーションしやすいんだけども、彼女たちってメッセージがあるわけじゃないじゃないですか、うん、で彼女たちっていうのはそのあくまでもアイドルっていうさ媒体なわけで、で何でもコラボレーションしていくだけなんだけど、うん、でもなんとその軸がないからコラボレできるわけで、うん、なんかメッセージ発してるわけじゃないじゃないですか、はい、ね、でなんか僕は逆をやりたくて、うん、その土地が発するイデオロギーってわけじゃないんだけど、うん、なんかそれをこう代表するようなバンドなり楽曲なりを選んで、そのイデオロギーをその県から発信したいと思ってるんですよ、音楽を通じたってこと、いろんなメッセージがあると思うんだけど、でまあそれだけの話じゃないですか。でもね、他のね、うちのサンダルバッチとかのね、ああサンダルバッチ出てもらったもんね、まあ、面白いプロモーションの話とかあったんですよ。これ言っていいのか、本人がね、うん、俺はもうちょっと最後で話すんだけど、はい、まあガソリンスタンドの勤務もしてる、はいはい、昔からね、そうそうそう、で結構出世 し, し, てしちゃったんだね、はい、仕事できる、やっぱ仕事できる男で、で単純に俺がさ、そのガソリンスタンドで、うん、何人ぐらいいわゆるその
集客があるの、うん、利用者どれぐらいいるの、はい、で1日800人とかして、1日800人にいわゆるそのスタッフに気持ちを込めて、うん、CDR を配ってもらいました、うん、で1ヶ月で配ってさ、毎日そしたら800×336、うん、31か、だからまあ2,000〜3,000人には配れるわけですよ、うん、月々で、それをもとに3ヶ月後ぐらいにもちろん決めといて、うん、ガソリンスタンドでライブやろうよ、うん、そのお客さんに呼んで、それは面白いです、そっちも面白いです、で、その案を出したんだけど、ガソリンスタンドがもちろんその休みの日がなくて、で、ライブできなくてちょっとポチャしちゃったんだけど、まあそういうことですよ、それは面白い、面白い、それだってガソリンスタンドでさ探してみたら、なんかやらせてくれるとこ、もしくはちょっと、まあ本当にできれば働いてるとこで やりたかったんだけど、一番いいのはさ、そうだけど、うん、でもなんかそのもう閉めて、なんかロープが張ってあってさ、動いてないガソリンスタンドとかあるじゃん、まあ、あるからね、でも本当はそのあるとこで軒並みできれば、その社員で、そこにだってお客さん呼ぶことにはなるわけだから、還元にはなるわけですよ、うん、そっちの効果もあるか、だからちゃんとやりたかったの、それは、うん、それをちゃんとやりたかったの、ただやっぱりまあいろいろあるからさ、うん、で本当はそのまあロッそれがロッカープロモーションっていうのかどうかわかんないんだけども、そのまあとにかくそのまあ今ってさ、これも大事な話するんだけど、感覚勝負っていうのができなくなってるんですよ、業界って。わかります？感覚、まあだからその収支とか、うん、そういうものをなしにやってみようってことができないってことでしょ、うん、まあ収支っていうかね、その何て言ったらいいかな、ねインディーズの世界においてはできないことはもちろんないんだけど、うん、僕が感じてるのは、その、まあ僕だけかもしれないけど、日本の場合ってだからその感度が相当弱まってるような気がする、うん、その見る人もね、まあ、批判してることになるのかもしれないんだけど、うん、で基本その日本の音楽の場合ってこれすごいねっていうのでピックアップされないんですよ、うん、特に要は音楽にその重きを置いてないというか、うん、まあもちろんそこまで深いのもそんなないことも事実ではあるんだけど、うん、その凄さで評価されないんですよ、うん、されにくいんですよね。それちょっとメジャーなステージってこと？ね、全体的に、うん、で今までは、うん、まあ、要はタワーレコードさんというのが、タワーレコードさんで外資系という店舗さんがあって、うん、でそこでちゃんとその感覚で、うん、おいいじゃないなんつってガッて全国的にほら、だからそれでインディーズって盛り上がったから、うん、あったわけですよ。でもその精度が悪くなってきて、うん、なんで精度が悪くなってきたかって言ったら、単純にまあこれ言っていいのかな、まあディーラーさんのその給与体系とかがあんま良くないんですよ。だからできるやつでも生活できないからやめちゃうとか言って、そういう現象が起きて、まあカリスマバイヤーが全部出ちゃってたんだよね、要は。でカリスマバイヤーメディアだから、僕らすればそうだね、いなくなっちゃったわけですよ。だからそういう人が育たなくなっちゃった、そうか、全国的に宣伝ができなくなっちゃったんですよ。うん、ということは感覚勝負ができないっていうことになっちゃってて、で結局そのメジャーでも何でもそうなんだけど、まあまあテレビ局に関してはしょうがないのかもしれないんだけど、基本的には数の勝負なわけですよ、メジャーの世界って、うん、感覚ではなくてね、まあ商売になってるっていうかさ、うん、でも本来であればまあもちろんそういうふうな会社もまだまだメジャーにはあるんだけども、可能性を感じてこいつらゲットしようって言ってるのってあんまないんですよ。うん、でそういうの目利きがね、目利きできるやつもみんな出ちゃってね、うん、結局。で今市場にやばい状態になってて、うん、で俺そのさっきその川崎っていうそのところに結びつけた一つの理由なんだけど、要はその数を作るしかねえかなっていうところでのやり方で考えてるんですよ今。ロックじゃないんだけど、ね、そこは。まあいいや、ちょっと真面目な話をしてしまいました。だから結局バイヤーさんがさ、うん、バイヤーさんの目利きって言っても結局は最終的にその人がいいって言ったら売れるってことが大事だと思うからさ、まあそれが減ってきたっていう
時に結局自分たちでさ、うん、自分たちのメディアを持ってることがさやっぱり大事だろうと思ってるね。だからこのまさにウェブテレビもそうだし、持たないといけないと思う。だから川崎もそういう方向に行くんだったらいいんじゃない、うん、全然。いやもちろんそれを考えてる、うん、だからそれでその音楽もちろん音楽やってる演者の顔ももちろん見えなきゃいけないし、うん、それをそのなんだろ う, こうガチでやっぱりやる場所、うん、その例えば何つったらいいかな、出来レースとかそういうの関係なくて、うん、ちょっとマジでやってみないみたいないうところなんですよ。でそこら辺をちょっとまあ俺中入らせていただいてちょっと中身見て、うん、なんだろう、だからやるんだったらなんかちょっとちゃんとなんかやりましょうよみたいな感じ、せっかくそういうのがあるんだったらみたいな、うん、で全国から取得してくれればいいしみたいな、つわものはね、来るかどうかはまあ来ないと思うんだけどさ、本当のズラモンはね勝手にやっていくからさ、ただまあいろいろ考えてます今年は。そんな感じで、じゃあちょっとね時間を押してしまいましたが、この時間だったらユッキーちょこっと出れたかもしれないですよね。まあ来月にはまたちゃんと来て、来月はゲストの人もいてあるでしょ。まあ一応の予定としてはね、女性がユッキーともう一人、来るかもしれないということで、そうなったら面白いと思うと思うんですけどね。今日は突然ですけどありがとうございました。じゃあ今年も今年もちょっとね、学生さんも含めてこれね、そうそうそう、皆さんお願いします。よろしくお願いしますということで、じゃあこんな感じで今日は新年第一発目、はい、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。はい、それではさよなら。